いやー、今の切り替えすごかったな。じゃあ、ペッパーくん壊れた時どうやって直すんだよって。どこでお金捻出すんだよって。ペッパーくんが直す。面白いね。アイワード2。頭いいわ。俺、その答え出なかったもん。ワード2。面白かった。ペッパーくんが直すよは、論破だね。はい、論破だったね。はい、断崖さんいらっしゃい、ワード2。でね。よく経済の話するんだけど、じゃあ人件費がどうのこうのっていう話になってくるけど、実は効率悪くやらないと国家って回らないっていう話なの。今度政治家目線で語るとか官僚目線で語るとすごく面白い話があって、面白いのが、俺がその作業所で、行政の仕事を請け負った時に、あ、行政ってこういうことなんだ、仕事ってこういうことなんだっていうのがよく分かったの。っていうのも、例えばみんなが経営者になって、経営者の目線だけで語ってね。OK。みんな経営者だよ。みんな和立。みんな経営者になりきってね。利益を上げるためには何したらいいですか？はい、答えてください。利益を上げるためには、何をしたらいいですか？利益を上げたら。コスト削減。おお、素晴らしい。コスト削減。あとは、まだあるよ。コスト削減ね。はい。あとは。あと、まだあるよ。全然。利益を上げるためには。コスト削減。リストラね。簡単に言うと。リストラってさ、人件費を削減するためだけの用語じゃないからね。あれ、日本人勘違いしてるけど、リストラって実はコスト削減全体のことだよ。人件費カットね。OK、正解。まだある。それはコスト削減の中の細分化されたもの。ブラック企業になるってどういうことか。OK、じゃあ言うね。システムの効率化素晴らしい。経営者目線だね。OK、あともう一つある。利益を上げるためには売り上げを上げるっていう考え方がある。これ単純でしょ？利益率を上げるっていう考え方と、売り上げを上げるって考え方と、コスト削減。この3つしかないんだよ。利益を上げることって。大きく分けるとこの3つ。要は、経費を削る。売り上げを上げる。要は、パイをでかくするっていうやつね。で、利益率を上げる。だから、利益率を上げる方に、コスト削減が入ってるの。ここまで OK でしょ、みんな。っていうことは、資本主義社会において、会社っていうのは、どういう会社が優秀かっていうと、答えるよ。みんなの給料を半分にして、倍働かせると優秀な会社なの。これ合ってるでしょ？会社として優秀なのは、みんなの給料を半分にして 倍働かせる、売上を倍にする会社が優秀な会社なんだよ。これ分かったでしょ？社会の仕組みが。そう、ブラックっていうのは今こういう状態なの、日本っていうのは。要は成熟しすぎて、これ以上成長するためには、ね、みんなの労働力っていうのを倍にして給料を半分にするんだよ。ここまで OK？ ここまで理解できる人？そんなの分かるよ、ワドって分かる人？ OK？ ここまで。だから今こうなってますよって話なの。でも、これやると国が潰れるっていうのを分かる。実は日本潰れるよっていう話につながるんですよ、これ。国はこれやったらダメなの。なんでか分かる人いるかな？この中で。分かる人いる？会社としては正解なのよ。だけど国としては超やばい状態なの。だから国は焦ってんの。なんでかわかるかな？ちょっと待って、アッパーヘブンさ、話題変わってるから、話題終わるまでちょっと待って。ごめんね、絶対。そう、経済が回らない。正解です。経済と会社の仕組みって全然違くて、国っていうのは会社を抱えてる立場になるわけじゃん。で、国全体は成長しないんだよ。なんでかっていうと、例えば、10人、10、小さくスモールに考えるために、会社が10個あるとするじゃん。会社が10個あります。で、優秀な企業っていうのは、人件費を半分にして売上倍にする。つまり4倍効率よく稼ぐわけよ。そうすると、残りの9社が潰れるから同じことやるわけよ。っていうか、もっと過激なことやるわけでしょ。で、どん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 それをやっていくとどうなるかっていうと、会社自体は儲かっていくんだよ、どん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 。だけれども、
その国民自体はどん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 下になっていくわけよ。 99% の人間の所得は下がっていく。で、一部の特権階級ができていく。で、そうすると全体のパイが回らなくなっていくの。それよりもね、どちらかっていうと国としてやってほしいのは、そこそこの仕事をしてそこそこ給料バンバンもらった方が、国民とかがどんどん金使うからぐるぐる回るので、ぐるぐる回る回数が多くなれば多くなるほど、一回一回その消費所得税とか取れるわけじゃん。だから所得税の税率は昔低かったのはそれなの。回転率が良かったから。だってそうじゃん、一回お買い物をしました、3% 取りました。で、この会社もお買い物するわけじゃん。仕入れっていう、そこに消費税がかかりますっていうのをぐるぐる回転率上げれば 3% とか 1% とかで済むのよ。だけど、経済の血の巡りが悪くなったから、そこに重たい課税をしないといけなくなったの。だから、負のスパイラルってこれなんだよ。デフレスパイラルって。だから、今日本政府がやらないといけないことっていうのは、企業に人件費をもっと上げさせて、さらに残業しないようにしないといけないの。っていうのも分かんなくなっちゃってるの。ズブズブだから。なんでかっていうと、結局、大手企業とかの財界人とかの癒着とかがあって、政治家がそれ金もらって賄賂して、賄賂じゃないけど、支援してもらって頭下げる立場だから、結局それができなくなっていくっていう。そんな感じですね。はい、あ、ロハコさんは一つ。そう。会社、GDP が下がるからな。そうそう。意外とみんな賢いね。すぐわかるもんね、ここのリスナーさんは。国が強くなるためには会社よりも末端のクソ底辺の全体が上がらないといけない。そう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 、簡単に言うとそうなんだよ。だからそれに気づいてたのが田中角栄なんだよね。それを土建を使ってやったんだよね。要は道路とか整備しちゃえば、結局日本中整備したらずーっと仕事があるわけだからって。で、メンテナンス費とかがあるから回り続けるだろうって言って一気に仕掛けたんだよね。もう出来上がってるじゃん。宅成分利用、ブラック雇用保有、いかに隠し通すかとか。もうやばいよね。消費税撤廃、物品税復活、それがいいと思う、俺も。うん。か、もしくは極端な話、もう、ヨーロッパみたいにスローライフを送るために、消費税率 40% とか、もう消費税率上げまくって。でもね、日本ってね、実はその、野菜とかさ、普段食うものとかにも税金かけてるから、めちゃめちゃ税金高いんだよ。アメリカとかって、車買ったりする 30% とかさ、20何%とか高いじゃん。あれは、いらないものだからなんだよ、時計とか。要は贅沢品でしょっていうことで高い税金かけてるの。だから食い物とかには税金かけてないんだよ。税金の20ドルね。だからペッパーくんの話はもっとやばい話だよ。だって人件費どころか雇わないって話だから。さっきのペッパーくんの話やばいっていうのはそういうことなのよ。仕事なんてもういいよって。だから国民全員生活保護にする話だから。でも国ってそれを外国人労働でそれをやろうとしてんだよ、今。ドイツ労働、ドイツ賃金は、まあ社会主義だね。うん。実現不可能だと思ってるね。スイスと同じシステムだね。もっとはっきり言うと、底辺は節税知らないから、消費しかしない。そう。そうそうそう。うん。秘密ライン、人口削減計画。いや、あのね、それは陰謀論になるけど、日本の官僚は人口減らしたいんだよ。あのね、政治家を使って逆のこと言わせてるけど、官僚が仕掛けてんだよ、これ。うん。要は、日本の官僚めちゃめちゃ頭いいから。で、日本の官僚がやってることは俺正解だと思ってる。要は、その方が政権が安定するし、政治家は言うこと聞くし、大企業も言うこと聞くし。俺ね、フリーメイソンよりも日本の官僚の方がよっぽどやばいと思ってるから。うん。人口を減らすためにやってんだよ、官僚が。日本の、もともと、そう、うまく内需で回る仕組みっていうのが、大体ね、4000万人ぐらいなんだよ。半沢直樹見てもらえばわかるけど、友達で協力し合ってる可能性もある。うん、人口を減らそうとしてるのはわかる。うん。っていうかね、増えすぎだったんだよ、結局。増えすぎだった。ただ失敗したのは、急に減らす、したからダメだったの。急激に。ゆっくりゆっくりやんないといけない。100年、200年かけてやんないといけないところを。だから、結局戦争じゃん。戦争で人手が足りないから、埋めを増やせよで増やしちゃったわけ。わかるでしょ。だって兵隊さんが必要だから。でも戦争終わったら急に溢れかえったベビーブームの人たちっていうのがいるから、減らさないとまずいじゃん、経済回んないじゃんっていうことに気づいて減らしたと。
で、その時の急激な負荷っていうのを俺らが今一番抱えてるの。だから、その30代以下の世代っていうのが一番不毛なの。移民に住民税かければいいな。あ、頭いいね。さすがだね。それだったらこいつに住民税かければいいだろう。おー、頭いいじゃん。うん。人口減ったら税収減るだろう。ね、税収が減るっていうよりも、結局、あのね、管理の問題なんだよ。税金が増える。あのね、だから税金そのものを理解してないんだよな。あの、官僚が一番狙ってることってじゃあ何だと思う？公務員が狙ってる。なんでデフレになってるかって話してあげようか。デフレで一番得する職種って誰だと思う？デフレになって一番得する職種。何だと思う？業種。デフレになって一番得したの。答え分かる人いる？うん。そう、公務員。正解。なんでかっていうと、物の物価が下がる、固定給が決まってる、給料がみんな下がる。そう、公務員なんだよ、実は。だから公務員の地位、ここ10年、20年で急激に上がったでしょ。結婚したいランキングでも警察官とか教師とか上がったでしょ、公務員で。自衛隊員とか。バブルの頃、思い出してもらえば分かるけど、公務員っていうだけで相手にされなかったのよ。女の子たちに。公務員って、もう絶対に付き合い、彼氏にしたくないランキング、に入ってるぐらいのみそぼらしい職業だったのよ。え、公務員なんですかみたいな。うん。だから、結局、公務員の地位が上がるんだよ。ハチはどつ、いらっしゃい。戦時下では強制的に女は顔も見ないで結婚の時代だからな。今なら想像できんな。少子高齢化で移民に子だこで釣ろうとしてたのわかる。シンプルにより性能をデザインのいい製品を作るでいいけどな、俺は。難しいよね、だから。だから結局、その、なんつうの、自分たちのさ、その、利権で動いてるから。だから、俺は若い人っていうのはやりたいことやって食っていくのが、実は一番効率的で、今の時代の生き方で得な生き方だとは思うけど。公務員は絶対リストラにしないよ。だって政治家は票取れなくなっちゃうじゃん。公務員の率上げたいんだから。そんなことしないよ。説得力がなさすぎて哀れ。公務員も平気で首切りに遭う時代になるらしいな。ならない、ならない。ならない。日本人は公務員の率、諸外国に比べて低いんだよ。実は。こいつバイトしかしてねえから何もわからねえ。公務員減らさないよ。断言しとくよ。減らすって言ってるだけだから。減らないよ。湧いて出てきたな、なんか。湧いてきたね。あのね、話の内容を理解できないと、ついていけないよ。俺の話は。表面的な部分ディスしても結局無駄。内容を理解しないと話の。大きな目線で見るより何が何でも自分と家族の分は稼ぐって決めてる。共産主義は全員公務員。共産主義はね、絶対実現達成しない。中国みたいになるだけ。達成しない、達成しない。だから、考えなくていい。生ポはいるでしょ。生ポは絶対いると思うよ俺。生ポいなくなったらだって金回んねえじゃん。え、ちゃんと説明してって。だって今説明し終わったじゃん。どこを説明してほしいの？説明全然するよ。全然説明するする。言うは易し、行うはがたし。本当だね。
公務員減らさない理由は、だからさっき言ったじゃん、あれだよ、政治家は票が欲しいわけじゃん、固定の票だから、各省庁に紐づいてんだもん、そっから政治家選んでるわけでしょ。だから結局自分の都合の悪い省庁の人員は減らすけれども、割合が変わるわけだけだよ、自分たちの都合のいい省庁の公務員を増やすから。だから相対的に見ると全体の公務員の数は俺は減らないと思ってる、一部の公務員が減らされるだけだから。今自民党だから多分、俺ニュース見てないから分かんないけど、予想だけど、多分民主党系はあれでしょ、教員とかでしょ。だから自民党政権だったら教員とか減らすんじゃないの。でも警察とか増やすと思うよ。どうなんだろう。はい、バランス。文脈読み取る力は全くないの、俺。大卒が多いから給料高く見えるだけで、大卒の中で民間の公務員給料そんなに高くないよ。そうだよ。高くないよ。高くないよ。国民の平均所得の話をしてるの。民進党が教員減らす？逆逆。自民党が減らすって言ったの、俺。だから今自民党政権だから減らすっていう話よ。もうそういう情報を流すな。ベーシックインカムは欠点が多すぎるから俺は、賛成しないかな。あんまり好きじゃない考え方。ベーシックインカムはダメだと思う。それよりも生活保護をもっと受けやすくする方が重要。じゃないとインフレになる。インフレになって結局追いつかないから、パーセンテージ決めて無理でしょ。NHK のマネーワールド知らない。俺テレビ持ってない。ひろゆきの雑談番組に出ますか？出たいっす。出たいっすね。グラミー銀行みたいな日本では無理かね。何それ、わかんない。出ますかってどういうことなんだろう。出たいな。ひろゆきさん会って話してみたいな。都知事になってほしい。無理でしょうね、多分ね。地方議員とか、あと、なんだろうな、区議会議員とかならなれるかもしれないけど、多分新宿区で2000票集めないといけないんだよ、新宿に住んでる人の。で、都は無理だと思うよ。俺、少数派の意見言っちゃうから。正しいことを言うって少数派の意見なんだよ。でも政治家の仕事、さっきも言ったけど、マジョリティを相手にしないといけないわけだから、俺が言ってる政策っていうのは年寄りに不利なわけよ。俺は国のこと考えてるから。あ、共産党はね、新宿から出るんだったら強いかもしれないね。新宿の区議会議員とかだったら。公明党と共産党強いから。前科者は別になれるよ。何言ってんの？前科者は全然なれるよ。都知事には。ちゃんと勉強した方がいいよ。俺無所属なんじゃないの。NG になってないよ。NG してない。キーボード触ってない。まあだって左翼って頭良くないと左翼になれないでしょ。左翼ってだってリズムでやるから、左翼は頭良くないとできないよ。ベーシックインカム反対じゃなくて、ベーシックインカム信者は、読みが甘いっていう、生活保護があるんだからそれでいいじゃんって感じかな。左翼は法律とかの読解能力すごいね。
だって戦後の 戦前の頃からさ、戦争を止めてたインテリって全員最悪じゃん。頭いいやつほど戦争なんか勝てるわけねえっつってなんだから、だからそれが反戦家になったわけだ。頭いい人は左翼になるのは当たり前だよ。年金は破綻してるからな、うん、もうそろそろギブアップした方がいいと思うよ、うん、と俺は思うけどな。もう無理ですって言った方がいいと思う、国が。だから末端でしょそれは。ヘルメットかぶって火炎瓶投げてる人と一緒にしちゃダメだよ、うん、っていうかね、俺は刑事とか政治とか経済とかを右と左だけで考えるほど頭悪くないから、右と左で物事考えてない。渋谷でユーバーアースのシェアサービス買ったことあります？ニュービジネスらしい。ないっすね。なんだろうそれ、うん、何も気にせず全力で仕事するでいいと思うよ。全然それが一番いいと思うよ。結局頑張らないと自分の生活は良くならないから、それが正解の生き方だと思う、うん、どんな時代でもどんな苦境でも勝ち続ける考え方だから、実は断崖さんの言ってるのが正解なんだよ。どんな状況でもやらなきゃダメじゃんっていう。そう、俺日経225ミニに興味がありますね、うん、料理の宅配サービスね。株は、日経平均を追う方が読みやすいかなとか思って。日本の相場って分かりやすいじゃん。うん。まあ全然それでいいと思うよ。ただまあ理屈こねてるだけだから。うん、今さ、結局やったやつが勝つんだよ。うん、行動したやつが勝つから。すごいね、6億か、それすげえわ。どれくらいの期間で行ったんだろう。さっきも言ったけど、今の家庭の話は俺が政治家だったら、俺が官僚だったらっていう家庭の話なんだから、そもそも論っていうのは空想から始まってんのよ。別に俺が今考えてることを言ったわけじゃないよ。俺が官僚だったらこうするよ、俺が政治家だったらこうするよっていう例え話だから、あくまで。うん。今相場見てないからわかんない。うん。では今日経がいくらなのかわかんないもん。アベノミクスどうなりますか？いや、もう終わったでしょ。落ち着いたでしょ。長期政権になると思うよ、安倍さんは。うん。ネットワークビジネスはもう、だって俺、やめちゃってるもん。ないないない。これから儲かるところは毒まんじゅう売るところだけ。うん。アムウェイとニュースキンなんか全然だよ。だって、経団連のトップにいるでしょ、アムウェイって。何言ってんの？経団連のトップだよね、今。まだあるのどころじゃないよ。だって年商1兆円とか4年前とかになってたよ。すごいでかい産業だ。アムウェイ1社でだよ。今多分7000億とかだと思うけど。そうだよ。うん。水素水とか、プラスクラスターで売れてる国だからな。水素水はまあ、
まあ俺水素系のサプリメント売ってたからな。あんまり水素に関してはあんまり言えないんだよな。俺水素系だから、水素ブームを作ってた側の人間だからさ、末端会員だからでしょ、それ誘ってくるの。上の人の層とか全然誘ってこないよ。話す友達とかは関係ない。あの MLM で成功するっていうのは結局あのからくりを理解させる能力だよね。説明がうまければ MLM は成功すると思うよ。説得させる能力、どういうことかっていうと相手が完璧に理解できるかどうかだけ、中島かおるさんでしょ、資産数億円もいかない、ただ年間10億とか余裕で稼いでるよ。数百億は持ってんじゃないの、かおるさん。一回会ったことあるけど、誘えないって意味ないじゃん。うん、だって俺全然友達いない状態で4500万人も行ってたよ。4500人ぐらい行ったよ。年収100億もいかないと思うけどな。そろそろ合法版ネズミ子ね。ちゃんとしたプレゼンテーション聞いたら多分みんないいじゃんって言うと思うよ。うさんくさいプレゼン聞くとなえるけどね。マルチは違法性ないかんね。マルチで違法性があると T ポイントカードとかも違法になっちゃうんだよ。厳密に聞くとそういうことなんだよ。VR いいね。VR は新しい環境を作ったなと思ってる。ああ、すごいね。稼ぐと儲けるは全然違うからね。儲けるは詐欺だよ。いなかったから見つけなさいって言うけど、そのやり方がわからん。どうやったの？ネットワークビジネスって紹介をつないでいくビジネスだから、簡単に言ったら、超できるやつがダウンラインになったら、俺の下についたやつが1000人とか1万人勧誘すればいいだけだから、そういうやつにだけ話してた、俺は。でしょ？俺が1万人に広めようと思ったら、すごい大変だけど、俺の下についてくれる人が、ね、1万人とかバーって広がったらいいわけだから、だから人脈ある人を探してたね、俺は。で、その辺の人脈ない人に声かけなかった。まあ、そんな感じかな。ネットの次は何が聞こえる？ネットがまだまだ。あ、異業種交流会とか開いてた、俺は。要は、名刺の数が、異業種交流会に行って100人と名刺交換したら時間もったいないから、金取りながら名刺交換全部ストックできる仕組みを作った。そしたら名刺誰からも配り放題だし、上から目線で言えるし、名刺の数、名刺交換参加してるやつ多いから上位に立てるわけよ。で、その人、セミナーのトップから、場の交流会から声かかったらそっちの方がいいじゃん。だから交流会開けばいいんだよ。リスナーさんからもらったお菓子。こんな感じかな。次役行きます。お疲れ。